こんにちは、エバトタケシです。今回は、自分の好きという気持ちが否定されて傷ついたときは、というテーマでお話ししていきたいと思います。自分の好きなことを他人に伝えたとき、そんなことが好きなの?と驚かれることがあります。このようなときの相手が動揺した理由は、想定外のことが起きたからというだけです。相手はあなたに対してこういうことが好きなんだろうなという思い込みがあり、あなたが相手の予想と違うことを言ったというだけです。人間は想定外のことが起きると心がショックを受けるようにできています。これはこういうものだという想定と違うことが起きると心の安定が崩れます。そんな時、とりあえずと言ってみたり、おかしいと言ってみたり、キモいなどと言ったりする人がいます。相手は想定外のことが起きて心が揺れたという状態をどう表現していいかわからないから、とりあえず否定的な言葉を言っているだけです。想定外のことを言われて、心の安定が崩れて嫌な感じがすると、相手はあなたを想定内に入れたくなります。あなたが間違っていて、私が正しいということにして、だからあなたが私の考え方に合わせるべきですよと主張したくなります。そのような思いが、あなたちょっと変わってるんじゃない?という言葉になって出てきます。他人にどう思われようと、好きなものは好きと自信を持っていきましょう。こんなことを好きなんて、私はちょっとおかしいのかなと心配する必要はありません。あなたは好きなものに熱中することで幸せになれるのだから、好きと感じることをやめる必要はありません。あなたが幸せを感じることと相手が幸せを感じることは違うのが当たり前です。だからおかしいと思われないために相手と同じことを好きになろうと合わせる必要はありません。好きなものは好きと堂々としていないとその自信のなさが相手に伝わります。私は恥ずかしながらこんなことが好きなんです。ちょっとおかしいですよねみたいな感じでいると相手はおかしいと言ってほしいんだなと勘違いしてしまいます。そして相手は本当にちょっと変わってますねと同意をしてあなたが傷つくことになります。男なのにこんなことが好きなんておかしいでしょうという雰囲気が伝わると相手は本当におかしいですねと同意してきます。母親がこんなことをしていちゃダメですよねと自信なさげにしているとはい、母親がそんなことをしていちゃダメだと思いますと言われてしまいます。いい年して恥ずかしいでしょうと言ったら、はい、いい年して恥ずかしいと思いますと同意されて傷つくことになります。好きという気持ちは勝手に湧き上がってくるものなので、いいも悪いもありません。好きという感覚は主観なので、他人から否定される筋合いはありません。あなたに何て言われようと、これを好きと感じるんだからしょうがないでしょって感じです。好きなものはそれぞれ違うのだから、好きなものが相手と違うというだけで批判されることはないはずです。ではなぜ自分の好きという気持ちを否定されるのかというと、それはこんなことを好きになってもいいのだろうかと自分で自分を否定する気持ちがあるからです。本来好きなものはそれぞれ違うのが当たり前と思っていた相手に、これが好きな私っておかしいでしょという態度で接するから相手におかしいと言われてしまいます。どうぞ私を否定してくださいと言われれば相手はあなたに同意してあげようという思いからあなたを否定するようになります。あなたは自分の好きなことを伝えたとき相手にびっくりされることがあるかもしれません。しかしそれはあなたがおかしいからというわけではありません。相手は想定外のことが起きたからただ心がショックを受けているだけです。そしてそのような心の状態を表すためのボキャブラリーがない人はなんかおかしいとかなんか変とかなんかキモいなどと言ってくることがあります。なので相手に驚かれても私はこれが好きなんですと堂々としていましょう。自分の好きという気持ちを否定されたくないと思うのならまずは自分で自分を肯定することから始めましょう。他人にどう思われても好きなものは好きなんですと思っていれば周りは
こいつには何を言っても意味がないと諦めてくれるようになるはずです。